男も仕事もたくさんですわ。空に住んでるみたい。両親を亡くし、タワーマンションに住むことになったナオミ。時と森のりってどう思う？ナオミ先輩、そういうの興味あるんだ。未来へ歩き出す女性たちへエールを送る物語。旦那さんとかみんなに悪いって思ったりする？だからバレちゃダメなんです。絶対あまりにも悲しくて泣けないことってあるの？春に出会ってから私は大丈夫になったんだよ。最後の質問です。空に住む。